凄まじいリリーフを見せてもらいました。田口投手です。田口投手、あのノーアウト満塁というあの大ピンチから登板でした。どんな気持ちでマウンドに上がったんですか？もう気持ち的には無です。無の境地という感じですか？そうですね、いらないことを考えると自分の思ったピッチングができないので、無になっていきました。そしてそこから相手の中軸3人ともフルカウントまで行きました。フォアボールも出してはいけないそんなシーンでしたが、その時の気持ちいかがだったでしょうか？はい、皆さんと同じようにドキドキしてました。その中で皆さん圧巻だったのがですね、万波選手との対決、田口投手151キロを計測しました。はい、田口投手、これは自身最速ですか？多分最速だと思います。はい、あのシーンで151キロを投げられる田口投手、どんな気持ちで投げたんでしょうか？無でいきました。その田口投手の素晴らしい投球が村上選手のホームランにつながったと思います。ベンチでどんな風に見つめていたんでしょうか？はい、宗もずっと4番で、すごく苦しい試合を毎日経験していると思いますし、最近ちょっと僕の髪に対して焼きそばですね、マヨネーズかけましょうかって言ってからちょっとおかしいんですよ。でちょっと田口さんおはようございますって言うようになってから上り調子です。これから交流戦が始まっていきます。ピッチャーを代表して一言お願いします。はい、ピッチャーだけではなくてもうチーム全員でもう目の前の一勝を一生懸命戦ってますので、まだ少し限りのある入場だと思いますけど、来られるタイミングでぜひ埋め尽くしてください。はい、お願いします。田口投手、あまりお立ち台の上ではやることではないかもしれませんが、いつものあの神宮球場を一つにまとめ上げるパフォーマンス、はい、お願いしてもよろしいでしょうか？いや、これは後で外野で、はい、やらせてください。やはりこれは外野でということです、はい、皆さん、楽しみにしておいてください。素晴らしいピッチングを見せてくれました田口投手でした。はい、ありがとうございます。